漢方薬。漢方薬は、日本で独自に発展した、漢方医学の理論に基づいて処方される、医薬品の総称。古代中国大陸においては、複数の気薬を組み合わせることにより、ある薬理作用は強く倍増する一方で、ある薬理作用は減衰すること、思考性の強化が発見された。その優れた気薬の組み合わせに対し、カッコン油などと漢方薬。 法材命名が行われ、後世に伝えられた。漢方医学の特徴は、伝統中国医学と同様に体全体を見るところに、あり、証という概念を持っている。証は主に体質を表す。この点で、西洋医学とは大きく異なる。漢方診療は、証に従って治療する、随症治療が原則であり、体全体の調子を整えることで、 結果的に病気を治していく。このため、症状だけを見るのでなく、体質を診断し、重んじる、ホリズム。西洋医学が解剖学的検知に立脚し、臓器や組織に病気の原因を求めるのとは対照的である。同様に、漢方薬も、証に基づき、患者一人一人の体質を見ながら調合される。西洋医薬は、体の状態が正常でも異常でも、 一定の作用を示すが、漢方薬は、病理状態で、初めて作用を示す。日本でいうところの、いわゆる漢方薬は、中華人民共和国では、中薬、朝鮮半島では、高来薬と称され、伝統的に発言もしくは医学書にて執筆されてきた。日本では、江戸時代幕末までの鎖国による影響で、漢方医学が、独自の発展を遂げた。現代では、 医薬品医療機器等法が施行されたなどから漢方薬の成分分析が進んだため中国では通常処方されない組み合わせでの処方が行われるようになった。薬効効果が高いとされる日本式の処方による漢方薬を求めて中国から買い付けに来るという逆転現象すら起きている。一方、中国では現在でも煎じ薬で飲むことが多い。 日本ではエキスの錠剤が多いため、持ち運びなどの利便性が良い反面、個人の証に合わせて処方を調整するのが難しいという面もある。一般的には、精油成分が粉末にする際に蒸発しやすいこと、また液体状態にて服用した方が消化器にて吸収しやすいことから、煎じ薬の方がエキス状より効き目が早く、そして強いと言われる。 大韓民国では漢方ではなく反方、漢薬の故障が一般的である。これは韓国においても巨春の東伊方関等で漢方医学が独自に体系づけられたからである。同国内には反方体を育成する反医学部が大学に置かれ、反肩院は地方でもごく普通に存在する。 漢方薬は一般的に複数の気薬をあらかじめ組み合わせた包材を指す。この包材により効能が大きく変わる。肝臓等のように肝臓だけの包材もあるが稀な例外である。また漢方薬は東洋医学の理論に基づき処方されるのに対し民間薬は経験的な民間伝承によるものである点で両者は異なるとされる。その効果は 漢方薬においては、比較的に限定的正確に働くのに対し、民間薬の効果は、全般的で漠然と働くものが多いとされる。漢方薬イコール小薬という解釈をしている人も多いが、上記からわかるように、これは誤解である。日常的に漢方薬ではない小薬の例は、非常に多い。原の証拠や線ぶり、毒紙などを占じて、 症状の詳細も体質も考慮せずに、ただ飲むだけであれば、それを漢方、薬と呼ぶことは決してできない。東洋の薬に対する価値観は、新農本草業で示されている。以下の分類に従えば、西洋薬は下本に相当し、西洋医学では、常本、中本は、薬とされていない。そのため、しばしば漢方薬は、 自然の材料を使用するから副作用がなく安全であると誤解している人がいる。これは西洋医学と対比してという意味で、ここ数十年の間に広まったものである。東洋医学では毒を持って毒を制すという考えがある。猛毒を含む天然物は無数に存在し、漢方薬でもそのような原料が用いられている。例えばブシイコールリカブト。また、 毒性がないとされるものでも薬になるものは使い方次第で毒にもなり得る。ただし漢方に副作用がないというのはある意味で本当である。これは薬が天然のものだからという理由でなく漢方の方法論において副作用という概念がないということによる。漢方では副作用が出た場合は誤知、すなわち診断ミスか投薬ミスとみなされる。漢方では 理論上は副作用があって治癒できるなら副作用なしでも可能であるとされている。このことを理解するには、証の概念について、詳しく知る必要がある。西洋医学の視点からは、漢方薬の摂取による副作用として、肝臓によるニセアルドステロン症や小細固有による間質性肺炎などがよく知られている。詳しくは、各項目を参照。また、 ごちとアレルギー反応は区別すべきである。一方、漢方医学には、面見、面言という概念がある。治療中に一時的に病状が悪化し、その後に完全に回復するような状態を指す。漢方医学以外の代替療法や民間療法などで、抗天反応という言葉を耳にすることがあるが、ほとんど同じ意味である。これは、副作用とは異なると説明されるが、 実際に症状が出ている時点での区別は困難で、事後的にのみ確認できる。結局は、医師の経験によって見分けるしかなく、あまり当てにならないので、面見らしきものがあれば、ただのごちだったと得る方が無難である。この概念は、日本独特であり、かつ、日本でも江戸時代はあまり認知されていなかった。また、漢方医学でも古法派の面見を積極的に歓迎する立場は、 副作用の考えに近い。特に作用の強力な薬剤として、副作用に注意する者には、樹王、魔王、大王、武士、防将、当人が挙げられる。厚生労働省の薬務局で発表される、医薬品の副作用モニター調査結果などに、漢方薬の名も掲載されることがあるという。例えば、詳細古刀や味蜜王丸、蜂蜜王丸、カッコン油などの名である。 だが、これらの副作用として報じられたものが、果たして化学薬のサルドマイドの再起型や、ストレプトマイシンの難聴のような副作用と同じものとして扱っていいか言うと、全く違うのではないか、と、大塚康夫は述べている。というのは、もし、詳細固有や蜂蜜王丸を正しい診断のもとに、使った結果、好ましくない作用が生じたとすればそれは副作と、言っても、 仕方ないことだが、必ずしも、適正に使用されなかったのではないか疑問があると、大塚安夫は述べている。使うべきでない状態の患者に間違って使用した場合、好ましくない副作用が出て当然だと思われると、指摘している。近年、世界の伝統医学の気薬、薬草の現代医学の視点からの作用機序の研究が進められており、漢方薬についても、例外ではない。 一例として、そもそも肝さんのセロトニン神経系への作用や、カッコン油のサイトカインへの作用、ロッククンコ油による食欲増進ホルモン、グレリンの分泌作用などある。長い歴史の中で経験的に作られた漢方の薬理作用が分子レベルでの研究が進められている。業界団体である日本漢方製薬製剤協会、日韓協も2018年にまとめた、 漢方の将来美女2040で漢方薬のエビデンス、科学的根拠集積を掲げた。漢方薬は他の漢方薬や西洋薬との飲み合わせに問題がないという誤解がしばしば見受けられるが、これは正しくはない。他の薬の効果に影響し悪い作用をもたらすこともある。特に同じ効能を持つ薬との重複は近忌である。例えば、肝臓は漢方法剤の 約7割に含まれており、重複して漢方法剤を服用したことによりニセアルドステロン症を起こしやすくなるなどがある。また、特定の食べ物との組み合わせが禁忌とされている場合もある。このような飲み合わせ、食べ合わせに関する禁忌事項は、一般に中国国内で販売されている漢方薬には明記されていること多いが、日本国内で販売されているものには記載されていない。 ことが多い。昭和42年、1967年、竹見太郎、日本医師会会長の尽力により、漢方薬は健康保険の適用対象となる薬科に収録された。新薬で行われる通常の臨床評価試験を経ず、文献上の資料のみをもとにして収録されたため、今後の公用再評価が求められる。漢方薬。 宝剤の名称の最後の文字には次のようなものがある。湯が最も多く、酸がそれに次ぎ、その他は比較的少ない。漢方薬、宝剤の名称には時に次のような文字が入ることもある。日本で販売される市販薬の中には漢方薬を錠剤あるいは下流などの形にし、場合によっては2種類以上混ぜ合わせて商品名を付けたもの珍しくない。 以下にその例を示す。日本の漢方薬では、似て、非なる気薬が、しばしば混同されていることがある。例として、脈術と、青ケラの混同、経費、日記と経史の混同などがあり、生姜と環境の中国医学と、日本漢方との定義揺れなど、問題もある。西洋薬、医療をもとしている日本では、漢方薬学を中心として抗議する大学は、ごくわずかである。 中国や韓国では、西洋医学、伝統医学について、医師、薬剤師は、教育過程が別であり、免許も別である。一方、日本では、医師免許、薬剤師免許は一本化されており、医師免許を持っていれば、西洋薬も漢薬も処方でき、薬剤師免許を持っていれば、西洋薬も漢方薬も販売、調剤できる。これは一つの免許で、 どちらにも対応した総合的な医療に対応できる。反面、漢方薬も含めた、東洋医学の知識が少ない医師を生み出しているという面もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。